博物館の昭和に関する展示で再現された駄菓子や戦後間もない時期に走っていた滝木バスの復元古い建物に貼られた放浪看板こうしたものを趣味として撮影して回るものもいる。レトロはレトロスペクティブの略語、回顧趣味のこと。思想的、政治的に過去の価値観を軽視せず、伝統をんじる保守主義とは異なり、サブカルチャー的な世界における、 古き良きものを懐かしみや移行する趣味を指す。古さやノスタルジーを感じさせる事物を好意的な意味で、レトロな時計用する語としても使われる。工業製品の場合における、レトロとは、現行技術で作られ、見た目だけを古風にデザインしたものを指し、本当に古い都市代物の骨董品とは区別される。一例として、自動車では、現行技術で作られたレトロの場合は、 ハイクカーやファンタスティックバス、本当に古い車両は、旧車などと区別されて呼ばれる。ただし、レトロゲーム、レトロ PC などのように、実際に古いものに対し、レトロの語で呼ばれる場合もある。建築の世界では、モダニズム建築への批判から提唱された建築のスタイル、ポストモダン建築が現れた。合理的で、機能主義的となった近代モダニズム建築に対し、 その反動として現れた装飾性、折衷性、過剰性などの回復を目指した建築スタイルで1980年代を中心に流行した。日本ではこのような解雇趣味の思考現象が盛り上がり幾度かの流行となっている。1980年代から起こったレトロブームは1920年代から1950年代までの時代を解雇したムーブメントであった。 2000年代初頭からは昭和30年代から40年代の時代を解雇するのが人気である。レトロブームの一例として大正ロマンブームや昭和30年代の東京を再現した映画 Always 三丁目の夕日のヒットなどがある。時代が進むにつれて新しかったものもどんどん古くなるためレトロの対象も広がっていくことになる。この点は夏メロと同様である。 2019年5月から言語が令和に変わり、平成も過去の時代になったため、平成レトロという言葉が出てきた。平成レトロ文化研究家の山下メロは、改元前の平成29年から平成レトロを使い始めた。平成における技術や世相の変化が大きかったためで、2021年時点では、平成初期に流行したポケットベルなどが対象であるが、 今後も時の経過につれて、平成中期、後期もレトロになっていくとしている。1980年代頃から流行し始めたレトロフューチャーとは、19世紀後期から20世紀中期までの人々が描いた未来像への解雇趣味を指す。昔の人が空想した未来の描写を好み、当時描かれた未来像と現実の未来とを比較し、一種の教習性を楽しむ趣味である。 ありがとうございます。